続きまして、ええー、人とわの、あらさん。にネイバーフッドデザインによる居場所づくりについて、ご講演いただきます。よろしくお願いいたします。はい、えー、こんにちは。あの、あらと申します。今日はよろしくお願いいたします。あの、私の方は、今、あの、お月先生から、ご紹介いただきましたけれどもあの、居場所というテーマで。はい、あの、プレゼンをさせていただきます。あの、居場所がテーマなんですけれども、あの、私の方からはですね。あの、ネイバーフッドデザインによる。 居場所づくりということで、まあネイバーフードデザインっていうものを通じて、まあ居場所を作っておりまして、その話をさせていただければと非常に思います。はい、ではまずはそのネイバーフードデザイン何なんだろうというところなんですけれども、まあ、一言で言うとですね、あの人々のつながりづくり。 をあの仕事としてやらせていただいておりますあの分かりやすく言うとマンションですとか団地の人々のつながりだったりあるいはもうちょっと広い町の単位でですねあのつながりがないところからあの人々のつながりを作って地域の暮らしの豊かさやあの課題を解決するということを行っておりますでなぜそういうことをやってるかというとですねまあ、いろんなあの街あるいは暮らしにとっていいことがあるなというふうに思っておりまして、まあ、分かりやすくまとめるとこの4つにあのなるのかなというふうに思っております 1で一つは町の活性化といいまして、まあ、にぎわいづくりですとか、まあ、最近は公共空間の利活用を通じてですねあの一向にの場を作っていこうという動きがあるのかなというふうに思っておりますでまたあの趣味の充実だったり学びの充実、まあ、それから地域の課題解決と町の保全でこの地域の課題解決というのはですね防災減災ですとかあの防犯あるいは子育てお年寄りの見守りですとかさまざ、あ、まなあの困りごとだったり、まあ、課題につながっていくのかなというふうに思っておりますでまあ居場所というとどちらかというと皆さんあのあの趣味 やあるいはあの課題解決よりの方を思い浮かべるかもわからないですけれども、まあ、私たちもその中であの楽しみをより町に対する町、えー、に対する楽しみを作ったりあのエリアブランディングという言い方をしますが町の,の価値を高めたり、まあ、そういった動きもさせていただいております。はい、で実はネイバーフザインという一言で言いますとあの結構たくさん取り組みがありましてかなり幅が広いんですね。あのマンンション一つに、まあ、通い型であの コミュニティづくりを行うこともあれば、まあ、そこにこう常駐をする。あのコミュニティの管理みたいな仕組みを作ってですね。やるケースもありますし。しまあ、エリアマネジメントというようなあの、いくつかの外宮をまたいでまあ、コミュニティケースをする形もあります。で、今日はその中で特に郊外型の団地での取り組みをあの皆さんにご紹介したいという風うに思っております。 でただですね全てのネイバーフザに共通するのがあの居場所あるいは場所というものをただ作っているわけではなくてですねやっぱ将来的にどういう町になるべきかあるいはこの町にどういった良さがあってあるいはどんな課題があるかというのをしっかりと調査をしてですすねあの街に入ることを行っております、まあ、時々あの、まあ、最近減ったんですけども時々こう場所ができたんである意味居場所にしてくださいというかあの人々の交流拠点にしてくださいみたいなあの話があるんですがやっぱり。あの 先に場所を作っちゃうと無理だなとうう思っていてその街にどういったものが必要かというものをしっかり調べて作っていくことがすごく重要かなとうう思っております。まあ、それをこうメソッドと一緒にまとめておりまして、まあ、街の未来像っていうのをしっかり掲げながらあのプロジェクトのゴール設定をして、まあ、それに基づいて場所があり、まあ、そこで行われる機会があってでそこでまあ人々の主体性あるいはその生きがいっていうものが育まれて、まあ、さらに課題解決っていうことを考えると、まあ、それを解決していくような知識や経験がある。 でそれががが持続すするる仕組みが整っているといととうことがすごく大事かなというふうに思っておりますなのでこう居場所というとなんか場所があるだけっていうふうに思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そこには見えないですねさまざまな仕組みとかあの考え方っていうものがあってやっぱり成り立っていくものなんだなというものを感じております。はい、でちょっと居場所居場所っていう話をしてるんですけども居場所って何だろうっていうことをですねちょっと簡単に皆さんと考えてからあの本論に入っていきたいというふうに思います。 はい、であのウッキペディアから持ってきましたあの社会学とかあの建築学ではなくて、まあ、一般的にちょっとどう思われているかというところです、ね、あの皆さんと確認する方がいいのかなというふうに思いましたので、えー、ウッキペディアの方からあえててて持ってきておりますで、まあ、いくつかあのキーワードがあるかなという,ふうに思っているんですけれども、まあ、自分が存在する場所だよねとあるいは自分の持っている能力を一番発揮できる分野だよねとあるいは職場、家庭に居づらい状況それから サードプレイス聞いたことがあるかも分かんないですけども第三の居場所だよねっていう言葉がありますでここで一つ思うのはなんで居場所っていうものが重要視されているかっていうことなんですねでそこの背景にあるのは社会的な孤立っていう、まあ、一つ課題社会課題がありますでこれもあのウィキペディアで引っ張ってきていますですが何かというと社会の中で居場所社会的な安定性を持たない人が増えているよという話なんですでいろんなまあ,あの事例が書かれていますけども えー、まあ特に一番最後のパラグラフを見てもらいたいんですけども同居する家族がいても他人との交流が乏しければ社会的孤立に陥る場合もあるということで実はなんとなくこうたくさん友人がいそうに見えるとか,なんか家族と仲良さそうに見える人ももしかしたらどこか孤独だったり孤立を抱えているっていうことが考えられるっていうことです。でこちらはですねある分譲マンションを購入した人たち。 に、えー、調査したデータなんですね分譲マンションなのであの年収としてはあの一定の年収があって、まあ、比較的恵まれた、えー、接待収入の方々ですでもそれでもあの孤独孤立をかん感じたことがあるというのは67%もいらっしゃいますし、まあ、女性は74%も感じているということなんですでもしかしたら年収とかあの環境とかに関係なく孤立っていうものがあるかもしれないということが言えるというふうに思います。 で一つは単身世帯がどんどん増えていくよということなんです。で、もちろんその家族がいても孤立っていうものはあり得るというふうに先ほど紹介したんですが、ただやっぱり家族がいない方の方が孤立になりやすいっていうのは事実だというふうに思います。で、またすでに海外との比較データがありまして、まあ、親しい友人がいない60歳以上の人の割合が31.3%なんですね。で、30%結構すごくないですか？あの3人に1人が親しい友人がいないですよ。で、これってあの 自分でで身を置き換えるとすすごくく恐ろしくないですかその将来的に、えーまあ、60歳以上になった時に友達いないんだよねっていう人生何のために60年生きてきたんだろうってちょっと思われてしまうなって僕だったら思ってしまうんですねただそれが現実に起こっているっていう状況にあります。でまたコロナ前コロナ後、まあ、あるいはコロ,コロナ中ですねまさにまん延中ですので、まあ、コロナ中でもあのこういった孤立っていうものがどんどん増えている状況があります。 全体的にとにかく増えているという状況があって、まあ、社会的な孤立が止まらないという状況にあります。で、まあ、一つあの皆さんに覚えていてだけたものは、まあ、すごく身近な問題であるということなんですね。それが目に見えづらいからこそ分かりづらいんですがやっぱり孤独孤立っていうのは身近にあるっていうことです。でさらにあのこういった書籍も出されていまして私も40過ぎてますのであのちょっとおじさんって言われるとまだなんか40代前半なのでちょっと。 あのカチンとくるんですけどただまあ,あの子どもたちから見たらおじさんなのかなとも思わなくもない中でいうと、まあ、日本あ世界一孤独な日本のおじさんということであの特に男性は孤立化しやすいということがありますのであの今日も聞いている方とかあのここにいらっしゃる方もあのおじさんもいるかなと思うんですけども、まあ、なんとか皆さんと一緒にこの孤立っていうものを解決していきたいなというふうに思っているところです。 はい、でちなみにこの書籍に書いてあるのはやっぱり孤独・孤立というのは健康被害にもすごくつながるというところがあの書かれているものですではこのですは事例エピソードを通じてその社会的孤立をどういうふうふに防いでいくかということをあのお話しできればというふうに思います、はい、で一つは豊四という事例ですこちらは多摩ニュータウンの団地の取り組みになっております 買取豊川家団地というところで、まあ、高齢化率も一般的には高い状況にある中で、えー、と商店街の空きテナントを有効利用した事例になっておりますでここではですねあのコミュニティースペースというのは誰もがいつでもふらっと来れるような場所あるいは、えー、予約をして仲間たちとワイワイできる場所ですね。 で居宅介護支援事業所というのは、まあ、在宅・居宅の中でまあ介護される方の、えー、情報交流の場所だったりあるいは、えっと、ケアマネージャーさんがそこにいて相談を受けたりあるいは、えー、お宅に訪問する拠点になっておりますで。通常はこのコミュニティスペースと居宅介護支援事業所というのはもちろんバラバラになっていたりですとかあるいはまあちょっと気の利いたあの介護支援事業所だと あの居宅介護支援事業者がコミュニティスススペーーをやってるるケースはあるんですねただそれだとやはりそもそも介護っていうものに問題意識がある方しかそこに訪れないっていうことが言えると思うんですけどもやはり介護という問題を考えるとまずはやっぱ予防するっていうことがすごく重要なのでこういった場所を作っております。で仕組みをもうちょっと見ていくとですね官民連携というふうに言葉が書いてありますけどもコミュニティスペースの方は多摩市の社協さんがあの地域のボランティアの方々と一緒に運営をしています。 で社協さんは皆さんもご存知のように地域にこう入り込んであの健康促進ですとかあのそれこそ趣味学びの充実といったものをやられております。でそこと楽友会さんという介護事業者です、ね、さんがコミュニティスペースの運営にも一部関わりさらに居宅介護支援事業所をやっているという形になります。で楽友会さんとかあの介護事業者っていうのは、まあ、基本予防が大事だと思いながらもただ基本的にはやっぱり問題が顕在化した方 に対してサービスを提供している形になっておりますで、この両者がこう組むことによって今は元気なんだけれども将来的にもしかしたら介護になる恐れのあるお年寄りの方々あるいは親がそういう状況になるかもしれない若い世代の方々の接点というものが作れたりするわけですねで、それは非常にあの介護事業者にとってはメリットのあること ですさらに社協さんからすると社協さんとしてはこう憩いの場ですとか健康促進とかいう場は作れるんですけども、まあ、専門的な悩みとか介護の悩みとかに対して答えることはなかなか難しかったりするんですでそれをあのこの場があることによってケアマネージャーさんを紹介したりすることによって、まあ、個人の悩みも解決できるという場所になっております、まあ、それをを UR さんと多摩市さんんととのの協力のもとを作っっていったといたう形になります。 でまあ、オープンがちょうどあのコロナ禍と重なりましたので、まあ、正直なかなか苦労しながら今運営しているという状況ではあるんですけどもあのコロナ禍のえっと状況を見ながらあの場をオープンしておりますで開けてみたらですねやはりたくさんの方々が集まってこういう場を求めていましたとやっぱり介護事業所に行くのは周りの目もあってなかなか行きづらいんだと。ただ健康的には不安があるし あの労働介護って問題もし自分も不安だし親のことも相談がしたいのでこういった場所だと気軽に来やすいっていう方々がたくさん来ていただいております。でまた一方でただコロナ禍なのでやっぱりなかなかこう対面で会うというのはあの運営側もあのなかなかストレスがありますし、えー、参加する側もやっぱり怖いなっていうところがある中でいうとオンラインでいつでも連絡が取れるようにしたいっていう話がありました。で元々はその 社協さんの健康サロンに参加されてどちらかというとアクティブな方々だったんですけれどもサロンに行けば人に会えるっていう中で実は自分には友人がいるいつでも会える友人がいると思っていたけれどもサロンというものが開かれなくなった瞬間に誰の連絡先もわからないし本当に誰とも会話しない日々になってしまったっていう期間があって早速スマホに変えたりそこで LINE っていうものを教えてもらったりであるいはあるおじいちゃんは「あの。 孫から iPad が送られてきて、これであのオンラインツアーをできるようにしてくれって言われたみたいな話があって、でもやっぱりわかんないですね。自分でやるのはわからないので、こういった講習をしながらみんなで学びながらやったりとしています。 でそういった場所があるとこう地域の大学生がやっぱりお年寄りの生活とかを調べたいし団地の活性化に貢献したいので何か一緒にやることありませんかという場になってきてつまりハブになっているわけですねで。これやっぱりコミュニティスペースだけだとあの健康とかに対して踏み込めないし介護事業者がやってるコミュニティスペースだとやっぱりどうしてもどんどん介護用になってしまうというところがある中でいうとこの両者が組むことによってこういう場ができているというふうに思います。2、はい、つ目の事例ですねちょっと関西の事例になります。 えっとこちら浜甲子園団地ということでこれ建て替えのモデルになったところです。まあ、エリアマネジメントという取り組みを行ってましてコミュニティスペースをあの弊社の方で運営をしていますで。一つエピソードをご紹介したいんですけれどもこちらの,あの女性の方なんですが実はあのパートナーをですねなくされまして非常にショックを受けていてですねちょっと引きこもりっぽくなってしまった時期がありましたでそれをあの見かねた息子さんがなんとか外に出したいんだけどなんかいい方法はないかというところでコミュニティスペースに来て相談をしてくださったんですね。 でただなんか無理やり外に出すわけにもいかないしどうしましょうかという中で言うと、まあ、あの数少ない趣味なんだけれども家の中であのこういった緑を育っているとでそれを一つコミュニティスペースに置くのはどうでしょうかということであのスペースの運営のスタッフさんが紹介をしてでそこに水やりに毎日来てもらいましょうと23日来なかったら息子さんに連絡するのでちょっと様子を見に行ってあげてくれませんかという話をしたんですね。で本当にに来来てくれるるかかかかどどうか分からなかったんんんですけれどもだんだ,んだ,んだんあのコミュニティススペースに来る 機会が増えて水やりに来てくれましてで、やっぱり来ると水やりするだけで帰ってくるのも。なんか気まずいので挨拶をして会話をしてっていう形ででコミュニティスペースなので、時々そこでなんかサークルの集まりとか、あのまだコロナ前だったりもしたので、パーティーとかあったりするんですね。だんだんそこにこう参加するようになっていってまあ、引きこもりがちなところからあの。 元気になってたもちろんパートナーを亡くされたあの悲しみっていうのは消えたわけじゃないと思うんですけどもただ新ししいい一歩を踏み出しててて前向きに行うとされているっていエピソードですでやっぱりこういうことが本当に居場所なんだなというふうに思っていてただなんかこう一見楽しそうな人たちが集まっていればもちろんいいんですけどいいんですけどもそこでやっぱり人に寄り添えるどれだけ一人の人に寄り添えるかっていうことがあのすごく大事なんだろうなというふうに思っております。 でそれが、まあ、あの先ほどの事例はどちらかというとお年寄りの事例だったんですけども、まあ、子育て世代でも起こっておりましてでこちらの方は場があるだけであの運営スタッフがやっているというよりかは住民の方々が独自にやり始めたとであの子育ての問題っていうのはやはり経験したらわかるで経験した後とっていうのはなかなかあの関わることがない,というか結構こう世代間ギャップというかあのライフステージによってこうギャップがある問題があると思うんですけどもそ、まあそれをやっぱり地域でしっかりと継承していきたい自分たちが苦労したからそれを苦労しないようにしていきたいということであの卒業した親さんあの が、えー、子育て世代に対して、あの、まあ、勉強会だったり、懇親会を開いているっていう事例です。なんか、それがすごくいい循環になって、いて、あの。親の中で、もう、あの、コミュニティが生まれているなというふうに思っております。はい。続いて、陽光大団地です。これは神奈川の事例ですね。 こちらは町窓というのをですねオープンしていましてまあ,あの町の窓口という意味ですでそれは地域活動への参加ですとか地域団体のヒアリング、えー、地域活動の訪問取材っていうのをやってるんですけどもあの町の窓口なのでつまり新しくここに住む方とかなんか町で何か始めたいなとかこの町にこういうことありませんかみたいなのが気軽に来て聞ける場っていうものを運営しておりますでこの町窓をやってみてすごく思ったことがですねああのまあ ただ町の窓口なんであの結構何でもありな場なんですね何でもありな結構雑談しに来る方々が結構多いんですけどやっぱりこう話してみるとあの実は あのこういう課題を抱えていて何かできるところありませんかっていう風なことを言ってくれる方が多くてでもそれはですねあのすぐにそういう風うに言ってくれるわけじゃなくて半年間ぐらいかけてだんだん仲良くなってくるそういうことを言ってくれるっていうことがなか分かってきましたでこの方はあのフォトグラファーの方なんですけどもあの家庭とかちょっといろんな事情があってまあ十年ぐらいですねあの仕事に復帰できないでいたんですけども実は写真もともとやっててみたいな話があってじゃあ,あのイベントで写真撮ってくださいみたいなところからあの 取り始めてでもう一回仕事としてやってみようかしらみたいな感じになってで実は岩原さんの団地なんですけど岩原さんがあの地域であるイベントでしっかりとお支払いもして報酬も払ってあの仕事を復帰にしていったっていう事例なんですでこれはやっぱりあのなんとなくやりたいことがあるけどできないでいるとか本当は昔こういうことやっててあのそれが あの自分の生きがいだったみたいなのをやっぱり語ったっていうことからのきっかけだと思うんですねなのでやっぱりそういったことをまあ語れる場所を作ることも大事だし話してみるあの話してみるっていうこともやっぱりすごく重要なんだなというふうに思っておりますでもう一人の方はですねあのどちらかと町の活動とかアクティブな方なんですけどやっぱ地域で活動するってやっぱりそのなんていうかこう嫌われたらどうしようとかなんか目立ったら焼きがあの やっかみにあるんじゃないかとかあれちょっとやっぱりちょっと面倒くさいしがらみに巻き込まれるんじゃないかってあると思うんですねで実際それが全くないっていわけではないと思うんですけれどもただなんか前向きな仲間たちとあの出会って活動していけるとやっぱそれはそれでやっぱ生きがいになってくると思っています。たただこののの方はなかななかかそういういいに思っててででじゃなくて隣の町で あの地域活動というふうにやってたんですけどでもやっぱり住んでる場所住んでる町をどうにかしたいというふうに思っていてなんかそういった話をあの町まどりにしてくれたんですね。なのでそういったでもなんかあまり目立ちたくないとかあのとしがらみま決まれたいないみたいな話があったんでちょっと丁寧に地域の方々に、まあ、ある種目立たないようにしながらあのやっかみとかないようにしながらと企画とかやりたいことっていうのを実現して,て今はもうたくさんいろんな。 あのイベントの企画をしてくれてここに、まあ、あの友人がたくさんできてこの人たちの周りにこの人の周りにあの一緒に盛り上げていきましょうという方々がいたりもします。でこれはやっぱりなんかあのまずは頼ってみるっていうことがすごく重要なのかなというふうに思っていて、まあ、そういったハブがハブになれる場所こそ居場所なのかなというふうに思っております。 それはやっぱり場所があればいいわけではなくてやっぱ運営っていうものがすごく大事で運営の質っていうものを通じてあの人と人の関係が築かれていくものだというふうに考えていただければと思いますでまたその中でやっぱり友人管理がすごく大事だと思っていて無人ではなく人がいるだけでもなくてやっぱり友達になっていくあるいは友達を作るハブになっていくことこそがやっぱ居場所なんだろうなというふうに思っておりますで、またそれがですね多様な人々がかかり続けられる仕組みあるいは友人管理ができる仕組みっていうものが必要でその仕組みというのはやはり お金っていうものがある意味しっかり自分たちも稼ぎながら、えっと、人材に投資をしたりあるいはいろんな人たちが関わる余白を作っていくってことがすごく重要なのでやっぱり僕は管理でではななくくててて経営的な観点で居場所っっいいいうものを作っていく必要があると思いますでその中でやっぱ人生に生きがいがあってただいるんではなくて生きがいとか安心思い出っていうものが育まれていくのが居場所なんだろうというふうに思っております。 あと続いてはですねこう参加してみるあるいは居場所が欲しいなと思っている方々に向けたメッセージです。で正直やっぱり個人一人で居場所を作っていくってすごく大変だしちょっと怖いっていうところもあると思うんですね。なのでまずは参加しやすいものに参加してみるっていうのがいいと思います。でまたあの居場所を作ろうとすると反対側の向けてからするとちょっとやっぱ重いんですね。なのでどちらかとといいいいうううう居場所ににに勝手ななればふ思ので 気の合うう仲間ととか友人っっっててていいいのをちょっとずつ増やしていくっていう、まあそれぐらい肩の力を抜けると逆に居場所ができていくというふうに思います。であるいはあの自分のための居場所だけではなくて誰かのための居場所っていうものに貢献をしようとするとその誰かのためっていうところに共感をしてさらに仲間が集まってくるっていうところがありますので、まあえて自分のためでもあるんだけれども誰かに何かを貢献するような場所を一緒に作っていくといいのかなというふうに思います。であととやっっぱりり人人ののの出会いいか人のつながりっていうのは あのいいこともあれば悪いこともありますので合わない場所でやっぱり無理をしないというのも大事かなという,うに思っております。でこれはこのコロナ禍があってあのオンラインが発展したということもありますしもっと言えばあの情報がいろんなところで入手できるということもあると思いますので、まあ、一つの場所にこだわるんではなくて楽しめる場所を探していくということが大事だと思います。たまああととと居場所のの中でやっぱり本当に例えばセーフティーネットという言い方もありますけど自分の人生かか健康とか あるいは精神的な部分で本当にこうどうにもならない悩みとか困りごとも抱えている方もたくさんいると思うんですね。そういった方々もやっぱりまずは誰かに相談をしてみるあの専門家いろんな専門機関がありますので頼ってみるっていうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに思っておりますでなかなか頼るのも我々は頼ればいいっていうんですけど本人からすると難しいのは分かってるんですけども何か頼れるようなきっかけを作りに行くっていうことができるといいと思いますし まあ街の中で我々としてはそういうものを受け止められるような街をたくさん作っていきたいというふうに思っておりますはいでは以上ご清聴ありがとうございましたはい原さんどうもありがとうございましたあのー。 孤立大国孤独大国と呼ばれる、えー、日本の中でですね地域地域の中で、えー、その場所にふさわしい居場所をどうやって作っていくかとでしかもその居場所というのは、えー、その人にだけに都合のいい場所ではなくてみんなに都合のいい場所であるいは複数の居場所がないと、えー、いけないというようないろんな居場所の作り方を、えー、教わったような気がいたします。えー、以上で、えー、今日あの パネリストの3人の方の人方ご発表を終わらせていただきます第2部のパネルディスカッションではあの皆様のご講演を踏まえながらですねこれからの東京の住まいについてさらに深掘りしていきたいと思っております。